皆さん、こんにちは。暴力団構成員や客室乗務員、実業家、小説家、テレビタレントと異色の経歴を持つ阿部丈司さん。阿部丈司さんは2019年9月2日に急性肺炎で逝去されました。生前、数々の武勇伝を残した阿部さんですが、実はこの逝去、自身で死因予想をして当てているというのです。果たして真相は。そこで今回は阿部さんの活躍や死因予想の噂などについてご紹介していきます。阿部丈司さんは東京市、現在の東京都で日本郵船に勤務する父の4人兄弟の末っ子として裕福な家庭に生まれました。幼少期は父の転勤に伴いロンドンやローマで育ちました。ローマの家の裏には動物園の門があり、よく遊びに行っていたそうです。阿部丈司さんがロンドンで過ごしていた頃は、ナチスがロンドンに毒ガスをまく可能性があり、防毒マスクが配布されることもあったそうです。危機一髪のところで日本に帰国した阿部丈司さんは、母方の実家のある池田山で過ごし、戦時中は疎開も経験しました。阿部丈司さんは幼少期をロンドンやローマで過ごしたこともあり、英語とイタリア語が堪能で、フランス語も少し話せました。後に語学が堪能であることが阿部丈司さんの就職に役立つこととなります。阿部丈司さんは麻布小学校開校以来の神童と呼ばれていました。なぜなら小学校低学年の時に父親が所有していたシェイクスピアや夏目漱石などの世界文学の全集、世界歴史に大きな影響を与えた歴史書でもあるプルターク英雄伝などを読破したからだそうです。阿部丈司さんは進学校として知られている麻布中学校に在学をしていました。麻布中学校の同級生に故橋本龍太郎元首相がいます。二人は受験番号が一番違いの前後だったことが縁で仲良くなったそうです。中学校在学中に江戸川乱歩が編集長を務める推理小説雑誌宝石が増刊号として出版される新鋭28人衆の小説に応募して見事に入選を果たしました。阿部丈司さんが応募した作品名はワルチです。内容は成人向けの内容が含まれるものでした。応募した作品は入選したのですが、中学2年生が書いた作品だと江戸川乱歩が知った結果、新鋭28人衆に掲載されることはありませんでした。新鋭28人衆は27人分の作品が掲載された状態で出版されました。阿部丈司さんはこの時作家デビューし損ねたことになります。進学校として知られる麻布中学校を卒業した1954年にすでに暴力団安藤組の幹部の舎弟として安藤組の事務所に出入りをしていたという阿部丈司さん、16歳の時には正式な暴力団組員でした。当時の安藤組は若者からの支持があり、大学生や高校生の構成員も珍しくはありませんでした。麻布中学校を卒業した阿部丈司さんは暴力団との関係が発覚し、夏祭りで傷害事件を起こしたことで除籍となり、麻布高校への内部進学は叶いませんでした。父親の勧めで幼少期を過ごしたことのあるイギリスに留学するも、4ヶ月で退学となり、イギリスから国外退去させられました。カメラマンになりたいと思っていた阿部丈司さんはカメラマンアシスタントとして欧州を放浪後に帰国しました。帰国後は慶応義塾高校、逗子開成高等学校、須磨学園高等学校など6校の転校を繰り返しましたが、最終的には7つ目の東京保全高等学校の定時制を22歳で卒業しました。そんな阿部丈司さんですが、10代の頃に凄まじい経験をしています。それが初めて拳銃で撃たれるという経験。それは18歳の時でした。この時は外国人に拳銃で撃たれたそうです。その後19歳の時に強盗殺人未遂と銃砲刀剣類所持等取締法違反で逮捕されることになりました。この時阿部丈司さんは外国人のところに借金の取り立てに行き、用心棒から殺されそうになり、拳銃と車を奪って逃走したそうです。その結果懲役2年6ヶ月、保護観察付けの執行猶予5年の有罪判決を受けることになりました。
麻薬及び向精神薬取締法違反の実刑も重なり、日本での服役は4年間ですが、海外での服役も合わせると通算で8年間を刑務所で過ごしました。その後、安倍ジョージさんは食べることが大好きなため、高校に通いながらレストランで働く中でクレープシュゼットの作り方をマスターしました。ホテルニューオータニのメニュー会議の中でクレープシュゼットをすることが決まり、作れる人を探している中、安倍ジョージさんは声をかけられました。この時代にはまだ英語が話せる人が少なく、そんな中、安倍ジョージさんは幼少期を海外で過ごしたことから英語が話せ、そのことも有利となったことでしょう。契約をしようと人事課に行くと、そこには自分を捕まえたことのある元警察官ばかりだったそうです。なぜなら当時のホテル業界には警察からの天下りが多く、前科があり暴力団組員でもあった安倍ジョージさんとしては、多くの元警察官と一緒に働くことはできないと考え、ホテルニューオータニへの入社は断念したそうです。その後、安倍ジョージさんは23歳で日本航空へ入社し、国際線の客室乗務員として勤務しました。しかし、客への暴力や前科三犯である上に執行猶予中であることが判明し、退社することになりました。安倍ジョージさんは日本航空に勤めた丸4年の歳月が人生の唯一の晴れがましい思い出であると振り返っています。退社後はレストランやライブハウスの経営、外車販売、食品加工会社、プロモーター、キックボクシングテレビ解説者など、青年実業家として多くの職業を経験しました。日本航空へ勤めている間に安藤組は解散となりましたが、小金井一家にヘッドハンティングされ組員となっていました。安倍ジョージさんは海外で前科3犯、国内では前科14犯であった1981年、44歳の時に暴力団から足を洗い、1983年からは小説を書き始めました。しかし、すぐに単行本として出版してくれる出版社は見つからず、不遇の時代を過ごしました。この頃は競馬予想で食べていたそうです。そんな中、1986年に4年間の府中刑務所での服役経験を書いた雑誌の連載が文藝春秋の目に留まり、塀の中の懲りない面々として作家デビューを果たしました。塀の中の懲りない面々は100万部を超えるベストセラーとなりました。服役の体験がユーモラスに描かれた塀の中の懲りない面々は1987年に藤原竜也さん主演で映画化されました。それとともに人気作家としての地位も築かれました。その後はテレビ作家として活躍するも、2019年9月2日に急性肺炎のため東京都内の自宅で亡くなります。実は安倍ジョージさん自身の死因をブログで予想していたといいます。それは2017年5月14日付で、俺は大腸がんのステージ4だが、御年80で息を止められるのはがんじゃないと思う。無類の食いしん坊で子供の頃小児喘息だった俺は、間違いなく食中毒か肺炎で見まかる。そんなことまで俺にはみんなわかっていると書いていました。まさにドンピシャの内容で亡くなった安倍さん、最後の最後まで伝説を残したわけです。このように波乱万丈な人生を送りながらも82歳まで生き抜いた安倍ジョージさん、彼の書いた作品はこれからも多くの人に触れられることでしょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。